子猫の地位が始まるよ。104号室の明石さん、ハワイで娘さんの結婚式らしくてさ、しばらくうちで預かることにしたんだよ、このインコくん。大丈夫なの？うちにはチーがいるのよ。なんだ、ちゃんと見てれば大丈夫だよ。それに仲間だよって教えてやればチーも分かってくれるさ。本当に大丈夫かしら。イムヌラインコは人の真似をして鳴くからな。変な鳴き方。スーパー行くけど、傭兵も一緒に行く？あ、行く行く。じゃあケント君、お留守番お願いね。ああ、気をつけて行っておいで。行ってきまーす。さてと、お仕事お仕事。危ない危ない。つまんないの。あ、はい。え、今からですか？わかりました。すぐ向かいます。あの人いい人だけど、いつも急なんだよな。よし、
これで鳥かごのある部屋にチーは入れませんよと。あとは、あ、しまった、携帯だ。はい、もしもし。え、はい、大丈夫です。もう向かってますので。はい。
仕事で出てきます。ケント君出かけたみたいね。お母さん、ん？これってまさか、コ君もチーも。ポンポンラー、ポンポンラー、おいでチー。にゃっ、ほらね、チーはチーでしょ。夜のお出かけがしたいって大人の世界を知りたいのか。次回チー出かける猫集会だチー。にゃあ、あっち向いてふいやるよ。せーの、あっち向いて。